使えることは、私たちの大切な日本が今大きく傷ついています。しかし被災地では人々が悲しみを必死にこらえ、助け合って明日に向かって懸命に生きています。有原大惨事でも冷静かつ前向きに行動している日本の人々に対し、世界中からエールが送られ、称賛の声も聞かれています。私たちニュージャージー補習事業校で学ぶ471名は、世界に誇れる日本の文化を学び、世界に貢献できる人材となるために一生懸命勉強することを誓います。そして強くて優しい心を持つ仲間と共に正しい学校生活を送れるよう努力します。平成23年4月2日ニュージャージー補習事業校生徒代表中等部3年1組菅原亮。